秀吉は光秀を討ち果たし、一挙に天下人へと名乗りを上げた。これに対し三河の英傑徳川家康は信長の次子信雄を擁し、あくまで秀吉に抗する構えを見せる。両雄並び立たず、秀吉は真の天下人を決めんと家康に最終決戦を挑むのだった。いろいろよ、大事なもん扱っちまったしな。ここは負けねえ、いや勝つんさ。最終話、小牧長久手の戦い。おもれえ天下がもう見えとるわ。ここで家康と決着をつけるで。全軍進め。本隊は小牧山を攻めるんじゃ。敵将討ち取ったり。お見事な腕前でございますな。わしに軍を預けてくれ。本陣をついてみせよ。天下取るだ。芝軍の別動隊、勝ちに入る。お見事な腕前です。守りが固いの。ほんなら脇からも攻めるで。遅れは取らぬぞ、続け。お見事な腕前でございますな。押されておるのか、ひるむな。お見事な腕前でございますな。お見事な腕前です。ようやっと開いたわ。さあ攻め込もうや。お見事な腕前でございますな。敵将打ち取ったり。遅れは取らぬぞ、続け。敵将打ち取ったり。遅れは取らぬぞ、続け。モノノフとして正々堂々勝負です。トンボ切りよ、うなれ。
に出せるほどだ。行くぞ。押しかけ助っ人前田刑事決断。楽しげな戦じゃないか。手助けするぜ。敵将討ち取ったり。無謀は言うなき者のすることなり。次に会うときは負けません。やるねえ。お見事な腕前でございました。天下取るで敵将打ち取ったり。俺たちものんびりしてられねえぜ。いい腕してるみたいだ。敵将あんたばっかりいい格好はさせられないぜ。無謀やるねあんた。天下取るで。敗北。天下取るで。徳川の志お主ごときに下ろせはせぬ。いい腕してるみたいだな。金あんたを天下は取れんぞ。それは光栄だ。わしにも天下は来ないのだ。敵将お見事な腕前でございました。天下取るで。遅れは取らんぞ。続け。いい腕してるみたいだな。血のみではいかない。負けも知らねば。武士どもみんな蹴散らせば。これより我ら秀吉様を主と仰ぎ、その命にたがわぬこと。そんなんどうでもいいさ。天下の人間そのことごとくにおもろい夢を見させるんじゃ。そのために皆この秀吉に力をつけてくれや。